welcome to my channel こんにちは現役高校音楽教師ピアニストまゆみです今弾きましたのは山下達郎さんの曲の中で私が一番好きな曲スパークルという曲の一番出だしのあのかっこいいあのところですねでもあのリズムを弾いてしまうと多分著作権だと思うので、えー、音だけ耳コピーで撮ってみましたはいえっ、ー、と前回あの。 大滝一さんの君は天然色そしてあのその、ま、曲の背景を知るとどういう風に曲が聞こえるか聞こえ方が変わるのかとそしてそれが音楽そのものとその関係あるんですけれどもそれによって感覚が変わるということがどういうことなのかとかねあと歌い方が実は風さんに似てたっていうことに気づいちゃったっていうこととかお話したと思うんですけど。 今日は山下達郎さんのお話をさせてください。それではよろしくお願いします。えー、ま言わずと知れたもうね山下さんですけれども、多分今の若い方はあのクリスマスイブしか知らないと思うんです。私は最初ライドンタイムという曲を聴いた時に、もうびっくりしてしまいまして、あこういう曲作れる人いるんだって思っちゃったんですね。 こういう曲っていう意味を説明してくださいと言われてもかなり難しいものがあるんですがうーんじかななんかこう大滝さんの時にもお話したけど、あのー、今と違って今は別の深みがあるんだと思うんですけど決して否定してるわけじゃないです。ただ携帯も えー、ネットもない時代の恋愛っていうのは非常にもっとあの想像力を働かせないとできなかったですし実際に目にすることができたものっていうのは非常に少ないし情報も少なかったので、あのー、非常にもっと想像力を必要とした時代に、あのーうん、非常に時間をかけて贅沢に作られたゴージャスな曲っていうふうに思ったっていうことをお話したと思うんですけど。あのー、山下さんってあのー ご自分の声を取って,こうなんていうの、私あんまりそ詳しいことは分かんないですけどこうグラデーションみたいにしてるんですよね素敵ですよ、ね、だからあの何て言うんだろう高くてこう何て言うんだろうこうす、えっと、スッと出るし音程ももちろんしっかりしてるんだけどちょっとこうひねったような声じゃないですかあの人の声って。非常にこうあの大滝さんみたいにこう力抜いてふわっと出てくるこう寄り添うような声っていうよりは。 こうも,もちろんすごく自然に出てるんだけどちょっとこうひねった感じで出てくるなっていつも私は思うだからそれがあの人の良さだしね。であの「スパークル」って曲を初めて聞いた時にうわー素敵な曲っって思ったんですね私の友人なんかは「ラブランドアイランド」だっけ「ラブ」とかあっちの方が好きって言ってたんですけども私は断然こっち「スパークル」だったんですね。っていうかまあスパークル以外全然聞,聞いてなかったです うん、でも当時はなんかそうだな大学の時にあの同室の先輩が異常なファンでいつもかけてたかなあの、うん、聞いてましたね。うん、でねあの私山下さんの曲で夏っぽい曲でもう一つ好きなのに「風のコりドっていう曲があるんですけど。あの ああのの曲ね「あのつむじかぜの」ってこうスーッとこうまあリズムもかっこいいし音もかっこいいんですけどあのイメージって私あのフランスのあのラベルの聖火モンフォール・ラモリーっていうとこがあるんですけどそこの町の,の中心に教会があるんですね。あああのののフランスっていうのはまああの オリンピックの時にフランスのことをいろいろ話したかと思うんですけどあそこはクラシあのカソリックの国なんですよね基本的にねほって感じなんですけどそれでですよでその教会を中心にこう周りにこういうふうに広がってこう町ができているんですけれどその真ん中にあるね教会に。 まさしく私のイメージすするコリドーがあったわけで,す回廊,です、ね、廊下です非常にこうでそこをね本当に風がスーッとこうすり抜けていったのを私思い出してあどうだったかな私がフランスに行った後に作られた曲だと思うんですけどあの曲聞いた時にあフランスだって私は思ったんですよね、うん、あとはね。 えっと歌詞的に一番びっくりしたのは「アトムの子」っていう曲なんですけどああいう歌詞ってすごいあれどうかな達郎さんが作ってるんだっけちょっと私調べてないんですけどすいませんあの子さんのファンの方変なこと言ってたら教えてください私はあくまでもクラシックほぼ95%クラシックしか聴かない人間でえその私が唯一聴くのが藤井風さんと夏はこの「 はい、あの山下さんとそれから大滝さん、うん、まあ,あのもちろんちらっと聞くことありますよチューブさんとかうん、うん、あるけど、うん、でその「アトムの子」っていうのを聞いた時にあこういうこういう歌詞すごいなって思ったんですよね。うん、あの山下さんの曲ってこう何て言うのかな 無国籍っていうのかしらなんかねえの素敵ですよねうん。でこうでも多分若い人はクリスマスイブしか知らないと思うんですよね。でそのクリスマスイブもあのクリスマスの頃になるといつもかかってるなぐらいだと思うんですけどあの時のあの、えー、と深津絵里さんでしたっけとか牧瀬里ホさんのあの CM は若い子は知らないし。 当時若い方私も含めですけどあの時代に生きてきた生きていた人間はまああれに近いようなことをあのシンデレラエクスプレスですよねやったことがあると思うんですねでだからその時のこう思い出とこう重なるからそれぞれの年代によって感じ方っていうのも違うと思うんですであの山下さんってこう あまりこうメディアに出てくる方ではないから余計にその神秘性がこう相まって素敵さも、まあ、奥様が竹内まりやさんというのもかっこいいしあのねええっと、慶応だっけ、えっと、竹内まりやさんが慶応なんだっけあの人明治だっけちょっと忘れちゃいましたけどうん。でまあねあの最近話題になったっていうとジャニーズのことだったり、うん、あと実はあの。 信仰宗教に入ってるとか、ねまあ、いろんなことがあるけどまああの人にしか出せないサウンドそれを長い間ずっと活躍しておられるっていうすごい方ですよね。うん、あの山下さんの曲聴くとこうさっとこう何て言うかな引き込まれるというかね吸い込まれる感じがする。 風さんの曲はね吸い込まれるというよりはね何て言うかな、まあ、吸い込まれるに近いかな吸引力がもうすごいから彼の曲も、うんまあ、もちろんそれぞれの方がいろんなタイプの曲作られるけれど、まあ、とにかく夏はねというわけでこうちょっと夏っぽい色を、ね、着てみましたよちょっとすいません露出が多くてこれはあの見せる見せるブラトップなんですいませんちょっと後ろ見えちゃってますけどこれそういうタイプのものなんでお許しくださいね。 というわけでまあちょっといろいろお話ししようかなと思ったこともあったけどまあちょっとこのくらいにしておきます。えー、私が好きな曲のナンバーワンツーは大竹一さんの「君は天然色」それから山下達郎さんの「スパークル」という曲でした。はいいつもありがとうございます。それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。Thank you for watching、so、subscribe and highly related please.So see you another fast! 最後までご視聴ありがとうございました。